のどこの材料を採取してくれば良いでしょうか。了解。何を作ろうかな。何を作ろうかな。これでいいのね。これなら簡単簡単。どれを使おう。それじゃできた。どの特性をつけようかな。師匠、リオちゃん、あれでよかったんでしょうか。あれでとは？抽象的に聞かれても返答に困るな。ちゃんとホロ君のことですよ。よくよく考えたら二人の言ってることもわかる気がして。お前はあの二人が消えた方が良かったのか。そうじゃないですよ。でもリオちゃんにとってはどっちが良かったのかなって。本人が嫌でないなら問題はないだろう。肉体的に悪影響があるわけでもなし。でもラニャちゃんとホロ君もリオちゃん自身で二人は良くないって思ってるんですよね。そうだな。無意識下では彼女自身も正しくないと思ってるんだろう。私に言わせれば、人からどんな目で見られようと本人が気にしなければいいだけなのだがな。師匠が言うと説得力がありますね。それは私が周りから変な目で見られているということか。あー、いや、決してそういうわけじゃ。まあいい。どちらにせよ早急に決めなきゃならんことでもないだろう。ゆっくり時間をかけて答えを出せばいい。そうですね。周りがどうこう言うことじゃない気もしますし。お前は人事じゃないだろう。お前の気持ちは彼女の決断に大きく影響するんだから。あ、なんで私が。教えてやらない。それくらい自分で考えろ。この天然ジゴロめ。天然ジゴロ？なんですかそれ。ちょっと師匠。こんにちは。あら、依頼の報告。あ、それおめでとう。いいわね。またこれなら簡単簡単。どれを使おう。どれを使おう。
これじゃできた。どの特性をつけようかな。依頼の方お、おめでいいわね。またこれなら簡単か。どれを使おう。これでいい。それじゃできた。どの特性をつけようかな。あれ、お、依頼の報告。お、それおめでとう。いいわね。こっち。お疲れさ。また。ホムに何？ホム、今のどこの材料を採取してくれば良いでしょうか。了解です。作ろうかな。これなら簡単。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。
でいいよね。それじゃあできた。どの特性をつけようかな。何を作ろうかな。ザッバッ。ごめんなさい。これでいいのね。パリ。それではパリ。
作ろうかな。今日はどれくらい休もう。おやすみなさ。あ、そうす。それじゃ、また行く。これなら簡単簡単。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。見る。これなら簡単。どれを使おう。どれを使おう。どれを使おう。これで、それじゃできた。どの特性をつけようかな。久しぶりだな。無事体も治ったので挨拶に寄らせてもらった。よかった。あのまま怪我が治らなかったら私。今日は泣くのはなしで頼む。はい。でも本当によかったです。おや、生きてたのか。だからその名で呼ぶなと。お前にも礼を言わねばならんからな。なーに、気にすることはない。見返りは十分にいただいたからな。見返り？お前に何かしてやった記憶はないが。お前は意識がなかったからな。しかし治療の名目があれば大抵のことは許されるものだな。全身ひんむいて、それはもう。な、お前というやつは。人がせっかく素直に礼を言いに。しかし年月とは残酷なものだな。10年前はあんなにしなやかだったお前の筋肉が、ああも固く筋張ってしまうとは。え、師匠、その10年前にステルクさんの体を。おっと、子供に聞かせる話じゃなかったな。あと5年経ったら詳しく教えてやろう。ステルクさん。違う、誤解だ。こいつが変な言い回しをしてるだけだ。あの時は嫌がる俺を無理やり薬の実験台にして。嫌がるステルクさんを。そこに反応するな。人の話をちゃんと。ああ不潔です。師匠もステルクさんも。あ、ロロナ。こら、押すな。だから俺の話を。なぜこんなことに。これは驚いたな。ロロナが私に対してこんな行動に出るとはな。何をブツブツ言ってる。お前のせいだぞ。お前の。いや、むしろお前のせいだろう。喜ぶべきか悲しむべきか、複雑な親心だな。何を言ってる。さっぱり意味がわからんぞ。何、
こちらの話だ。さて、この分では今日は入れてもらえそうもないな。会期祝いに一杯やりに行くか。病み上がりの人間に飲ませるつもりか。硬いことを言うな。私が他人におごるなんて滅多なことではないぞ。それなら断る理由はないな。またいっ